庁舎の再整備に伴い、現在一部の庁舎で建て替え工事が行われている神戸市役所。近隣の施設に入居する部局への職員の移動手段として、ある変わった乗り物が導入されています。現在解体工事などを行っている神戸市役所、一部の庁舎に入っていた各部局は一時的に周辺のビルに仮入居しています。市役所との移動手段は。こんにちは、神戸市交通政策課の伊沢です。颯爽と登場した職員が乗っているのは電動キックボードです。電動キックボードは世界的に手軽な移動手段として使われていて、神戸市では公道での走行の安全を確保する観点から、市の職員と関係者に限定し、来年3月まで実証実験を実施しています。これまでのテスト走行で安全なルートが確認できたということで、今日から職員を対象に体験講習が始まりました。実際電動キックボードでの移動を体験させてもらいました。公道では原付バイクと同じ扱いで、運転免許とヘルメットが必要です。わー、結構速いですね。自転車ぐらいの速度が出ているという感じがします。安定感があって、そんなにぐらつくこともなく安全な感じがします。時速は最高でおよそ19キロ。今回の実験では普通自転車専用交通通行帯も走行可能です。神戸市役所から直線距離でおよそ600メートル離れた都市局が入るビルから市役所まで向かってもらいました。この距離を歩いた場合およそ10分かかるということですが、5分28秒で到着しました。業務の効率化にも有効に機能すると言えそうです。我々自治体としても、こういった小型で低速の移動手段っていうものの実現可能性をいろいろ模索をしてまして、観光の面での活用であったりとか、それから公共交通の保管なんかでいろんな使い方ができるんじゃないかと期待をしています。実証実験を重ねる中でもうちょっと知見は積み重ねていきたいなと思います。市では今後、観光などの分野でも電動キックボードの導入が可能か検討していきたいとしていて、一般向けの試乗体験会も今月予定されています。